お前、俺とコンビ組め。これやるわ。ほな、もうキスでもしようか。ああ、なるほど、キスな。即席アドリブラバー。今年も全部で500人程度の入学となりましたが、毎年卒業式を迎える頃には半分以上が挫折しています。君らは今期待に満ち溢れた気持ちでしょう。でも決して甘い世界ではありません。1年に数人成功すればいい方です。その数人になれるよう死ぬ気で頑張ってください。初日から厳しいこと言うな。せやけど絶対負けへん。絶対最高のお笑い芸人になったる。見とれよ、ここにおる誰よりもスターダムにのし上がる。さて、本来君らがネタ見せできるんは基礎授業を一通りやってから1ヶ月ほど先の話になるんやが、どうや、初日やし特別にやってみたやつはおらんか。いきなりチャンスや。ネタは一応作ってきた。初日に滑るのは正直きついけど、やれるか俺。ゆうま、あんたの話はほんまに面白いな。きっとたくさんの人を笑顔にできる人間になるわ。ばあちゃん、ばあちゃんと約束したんや。とりあえず先手必勝、目立ったら勝ち。はい、はい。あ、息ぴったりやな。君らはコンビできたんか。いえ。おお。違います。なんちゅう顔のええやつや。よく芸人目指そう思うたな。なあ、そうかいな。なんやったら二人でなんかやってみるか。せっかくやし。え、でも俺ピン志望なんで。何事も経験やぞ。コンビでやるよさも知っといて損はないやろ。時間やるから試しに1分くらいのネタ作ってみるか。わかりました。え、あかん。は？全然合わんわ、お前のネタ。いや、俺かって合わんわ。お前のネタ小難しいね。笑いっちゅうのはもっと身振り手振りで表現するもんやろ。いいや、ちゃう。漫才は喋りで笑わすもんや。お前のは暴れとるだけや。受けるわけあるか。はぁ、あ、これでも頑張って考えたんや。無駄な時間やったな。だいたい1分でできるネタやない。コントやん、こんな。俺はな、頭悪いネタはせえへんって決めとんねん。アホみたいに暴れて笑い取れるんなら誰でも芸人になれるわ。なんやこいつ、めっちゃ嫌なやつやん。全然合わんやん俺ら。さっきからそう言うとるやろ。ほなどないすんねん。しゃあないやろ、もうやる言うてもたんやから。いや、ネタないのに漫才できるか。うるさい。初対面で漫才することになってんから、それをネタにしたらええやん。なるほど。アドリブで喋んの、ドキドキする。その方がお前のつまらんネタよりマシや。はぁ、あ、ええから、思いつく限りおもろいこと喋れ。偉そうに言うな。でボケツッコミどっちや。ツッコミだよ、お前向いてなさそう。じゃあボケ。よし、決まりやな。はい、ちゅうわけで出来たてほやほやの仮コンビで漫才やります。朝日です。ついさっき知り合ったとこです。水瀬です。どうせならこの1分で仲良くなろう思うけど、なんせ初対面やからな。何喋ったらええんか全然わからんけど、まあしっかりやれよ。いや、お前も考えんねん。仲良くなるには、せやな、まずはお互いの共通点やろ。それや。じゃあまずお互いこの世界を志したきっかけを話そうか。俺は小学校の時からイケメンで有名やったんやけど、ある日俺のオーラに魅了された同級生のミオちゃんがとあるオーディションを受けるよう頼んできたんや。
それがこのジャリーズ事務所やってんけど。いや誰がジャリーズやねん。鏡見てみ。え、なんや今の衝撃。いや何固まっとんねん。お前こそ何叩いとんねん。俺のはツッコミや。やっぱり初対面で仲良くは難易度高いわ。どないすんねん。お前が変なこと言うからやぞ。ほなもうキスでもしようか。ああなるほど、キスな。ってこんなんで仲良くなるわけあるか。ええ加減にせ。どこで乗りツッコミしとんねん。1分終了。グダグダやな。特に何の変哲もない話やったし、知らん奴らがチューしても笑えんし。せやけど初対面にしてはまあまあ行き合っとったわ。ほな今日は初日やしこの辺で。明日からは基礎的な発声や演技をやっていくから動きやすい格好で。はい。なあ、ん、今日はありがとうな。お前のツッコミなかなか良かったで。褒めたろ。なんで上からやねん。あ、いや、そうやのでほんまに。なんかしっくりきたし楽しかったわ。やっぱりあかん。お前のツッコミしょうもないわ。お前のやかましい動きも思ったより悪くなかったわ。それ褒めとるん？一日目終了。あいつ嫌なやつやったけど漫才楽しかったな。ツッコミ最高に気持ちよかったし、もはや快楽やったな。そういやチューされたんやけど、いやちゃうかった。なんでよ。もし俺が誘ったら。嘘やろ、さっき来された。誰やねんお前。そいつは俺のいや、たまたま借りて組んだだけやけど。っていうか俺だけやったんか。ちょっとでも一緒にって思ったんは。まあそれならそれでかまへんけど。別にまだ誘うって決めとったわけちゃうし。そもそもピン志望やし。アメンボ赤いな。あいうえお。俺は俺で芸を磨くし。くっそ、何やきもちみたいになっとんねん。悔しい。なあなあ、君相方おらんねんな。探しとったりするん？え？いや、ピンでやるつもりや。あー、そうなんか。俺ツッコミ志望やねんけどまだ決まってなくて。君の動きおもろいし一緒にやってみんかなって思ったんやけど。試しにネタ合わせだけでもせえへん？おおう、やってみるだけなら。すまん、俺が先に話あるねん。行くで。は？あ、はあ？お前、俺とコンビ組め。これやるわ。ジュースで買収しようとすな。飲んどるやんけ。いや、そうやなくて、お前さっき別のやつとネタやってたんちゃう？誘われたから試しにネタだけ見せてもろた。あいつだけやなくて、他にも今日何人か誘われた。マジか。それでわかった。お前が一番ええ。一緒にやってしっくりきた。お前と組みたい。まあちょっと俺に突っ込んでみてくれへん？は？なんや急に。ええから、人思いにバシッとやってくれ。
いや意味わからんことやらすな。ぐっ、やっぱりめっちゃ気持ちいい。危うく生きかけたね。キモいこと言うな。俺もや、俺もお前と一緒にやりたいわ。よし、決まりやな。俺とお前で天下取るぞ。コンビは恋愛と似ているという話を聞いたことがある。それは今俺が言おうとしたセリフや。せやからこのドキドキはきっとそういうもんやと自分に言い聞かせた。ドキってなんや。